はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11月の1日、もう11月ですね、ほんまにね。結局日経平均は今日は742円高で終わっています。ドル円はですね 151.277、 ドルウォンはうにゃうにゃですね、1357というところでございまして、他に大きな動きはございません。これはですね、本題は昨日ニューズウィークに出ている記事でございまして、ウクライナが FPV ドローン、これねよくわかりませんけど、でロシアの T90 戦車を破壊、衝撃の爆破シーンというタイトルでした。英語名はビデオショーズロシアン T90 タンクウィップドアウト、ウィップドアウトインウクライナアスガードグループストライクと、まあ日本語のそのまま訳したのが日本語タイトルですね。はい、エリー・コックさんという方がですね、でウクライナがロシア軍の T90 戦車を FPV 一人一人称視点、ようわからんな、ドローンで破壊する劇的な瞬間を捉えた新たな動画が公開され、注目を集めていると。ちょっと見てみましょうか、その動画というのをですね。なんかうまく映らないんですけど、これか、この飛んでいってですね、 T90 にぐわーっとこう体当たりしてますね。でそれを遠くから見てるとこう爆発してるというのが2つ合わさっている動画ですね。本文に戻ります。ウクライナがロシア軍の T90 戦車を、はい、ウクライナの戦場では低コストで乗組員不要のドローンを使った攻撃が主流となっている。ウクライナ国防省が10月24日にソーシャルメディア上に投稿したドローン映像には、自爆ドローンが前線、場所は非公表で、ロシア軍の T90 戦車を狙い、その後攻撃する様子が映っていると。これ自爆するドローンがカメラをですね、備え付けていて、その映像をですね、自分が ぶつかるまでずっと送り続けていた。それがウクライナ側が記録をして公開してるんでしょうね。映像はその後2つ目のドローン映像に切り替わり、こちらはロシア軍の T90 戦車から炎が激しく噴き出している様子を捉えていると、さらに切り替わった映像には、この攻撃を遠くから撮影したものだ、映像はこの攻撃を遠くから撮影したものだ、ウクライナはウクライナ軍がロシア軍の標的を攻撃した様子を撮影したとみられるドローン映像を頻繁に公開しているが、本誌はニューズウィークですね、今回の動画について撮影された時期や場所をはじめとする詳細を独自に確認することはできていない。また本誌はこの映像についてロシア国防省にメールでコメントを求めたが、返答はなかった。6はロシア国防省は動画に添えた短い説明文の中で、 T90 戦車へのこの攻撃を行ったのはウクライナ軍のアスガルドグループだったと明らかにした。 AP 通信が精鋭ドローン部隊と説明している同グループは、18ヶ月の長きに及ぶ戦争においてロシア軍に対して優位に立つため、多種多様なドローンを活用しているウクライナ軍の数多くの部隊の一つだと。ウクライナとロシアの間で続く戦争は、電光石火の勢いでドローン技術の革新に拍車をかけており、ほぼ毎日のように新たな設計のドローンが生まれている。こうした中、ウクライナはドローンの大軍と称するものを構築しており、これには FPV ドローンや自爆ドローン、偵察用ドローンなどが含まれている。
ドローンは戦争の流れを一変させるゲームチェンジャーだと、ウクライナのデジタル変革相を務めるミハイロ・フェドロフは先週、X への投稿で述べ、さらにこう続けた。我々は今もドローンの増産を続けていくと。まあいいか、続きますけど。今回ウクライナのこの戦いでですね、ドローンはまさにゲームチェンジャーですね。まあ簡単にはラジコンなわけです。ラジコンの飛行機、あるいはラジコンのですね、船が大活躍をしているということですね。まあ昔から僕の子供の頃からラジコンってあるんですけどね、あるんですけど、どう言いますかね、ものすごく進化しててですね、そこに、テレビカメラをつけてですね、である程度重たい爆弾も乗せてですね、ドローンからですね爆弾を発射するっていうのもできますし、ドローン自体に爆弾を積んで、そのままですね自爆攻撃を仕掛けるというのもあります。まあドローン自体がですねそんなに高いもんではないんですよ。安いもんであればですね数万円、ですね、高いもんでもですね2桁万円あればかなり高性能なドローンがですねできてしまうわけですね。でそこにですね爆弾を積んだりカメラを積んだり、カメラって今もすごい安いですから、それを積んでそれを無線で飛ばすということも可能であって、でラジコンでですね、人はテレビゲームのようにですね相手方の戦車を攻撃するということができるわけですね。でウクライナ軍はそういうですね戦術に長けておりましてですね、ロシア軍にたくさんの被害を与えているということです。ドローンはお互いロシア軍も使っていますし、ウクライナ軍も使っています。はっきり言って戦争の様相をですね変えたんではないかなというふうに思います。どう言いますかね、必ず当たるね、当たる弾というのはですね戦場では重宝されるわけですね。第二次世界大戦型の弾、あるいはまあベトナム戦争あたりまではですね、弾というものはですねまっすぐにしか飛ばないわけですね、あるいは放物線上にしか飛ばないわけですけども、最近の弾はですね目標を見つけてそれをロックオンしてそこにまっすぐそこにこううにゃっと曲がりながらでも飛んでいくということができるのが弾なわけですね。で弾のでっかいのがミサイルなわけでして、要は弾のを操縦できるのがドローンなわけですね。はっきり言ってゲームチェンジャーです。で T90 っていうのはですね、割と新しい、ロシアの戦車なんですね。90という数字が示しているように1990年代に、正式化された、採用されたと言うべきでしょう。まあだからね、30年経ってたら30年経ってるんですけど、戦車なんてね、そのトヨタのあのランドクルーザーみたいに 2,3 年に1回、ね、モデルチェンジしないんですよ。まあ10年に1回するかなという感じですね。ですので T90 というのは割合新しい戦車でですね、当然人が乗っています。でいっぱいお金もかかってるわけですよ。まあ100億とは言いませんけども、数十億はかかってるわけね、1台につき。でドローンはさっき言いました通り、せいぜいが2桁万円なわけですよ。2桁万円でですね、2桁億円の戦車をですねぶっ壊した上にですね、中にいる乗員もですね、まあ戦闘不能にはしてしまうわけですね。亡くなるかどうかは分かりませんけども、つまりですね、もはやですね戦車というものはですね昔ほどそんなに有用でもですね怖いものでもなくなっているんちゃうかなと。でしかもですね、最近のウクライナの戦争はですね、人間が武器を持ってドンパチやるんではなくて、こういうのピピーってこうテレビゲームみたいにやってるのがですね大きな戦果を上げているということですね。つまり戦争の様相は変わったと言っても過言ではないと思います。
あのこれからね台湾が始まるかも分かりませんけど、台湾なんていうのはものすごくこうドローン同士の戦いになるんちゃうかなと、そんな気がしています。このニュースウィークのですねサイトを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。